なんで、誰もが自分の得意分野とかさ、またはやりたいこととかやりたい人たちと、仕事をしてさ、なんだろうね、お金稼げたらいいなって思ってると思うんだよ。まあ、僕もそうなんですけど、でも思ってるだけじゃない、みんなそうじゃない。そう思いながらも、でもそんなの無理だと言ってさ、まあとにかくね、今いや別にやりたくもないし得意分野でもない、ただね、時間とお金をトレードする仕事をしてる人が多いと思うんですよ。そう、まあでも仕方ないじゃんね、生きるためなんだからさ、まあ、本当にそう思う、まあ、実際俺もそうだし、でも一度きりの人生だからさ、目指してもいいんじゃないかなって思うんですよ。でコツコツとコツコツと、でなんで無理なのかっていうのをちょっと一回頭の中で整理して、紙に書いてもいいですよ。なんで無理だと思ってんのかなってね、本当はこれやりたい、本当はこの人とこれやりたいとかね、本当はこの方が私、この仕事の方が私得意だとかって思ってるのに、なんでそれが無理だと思ってんのかをちょっと一回吟味して、いやこれが必要だからだ、これが自分にないからだっていうものを発見したんであれば、それを一旦手に入れる時間でもよくないですか、この数年間。でなぜならこれ人生一度きりだから、別にそれを手に入れる時間があってもいいんですよ。もちろん働きながらね、生きなきゃいけないからね、生きなきゃいけないから、生きるためにその今やってる、別にやりたくもない仕事もやるしかないんだけど、そうやって無理じゃないにして、で本当にやりたいこととか、本当は仲間と一緒に仕事をしたいとかね、またはもう自分の得意分野分かってる人だったら、もうそれをがっちり、それだけをやれる仕事を自分で、まあ、作っていく、または見つけていってもいいと思うんですよ。そうしないと多分本当人生ってさ、なんかすぐ終わっちゃうんだよ。僕も今29なんですけど、びっくりしない？これね、ちょっと若い人は分かんないと思う。俺もね、22、23ぐらいまではね、なんか人生長いなって思ってた。ね、いくらでもあると思ってたし、何でもできると思ってたんだけど、23ぐらいかな、本当に人生の、なんだろう、スピードがね、なんか全然違うよ。3倍ぐらいの速さで進んでいくんよ。何もできてない、その1年。あれ、今年も何もやってないみたいな。だからこそ、本当若い人は分かんないと思うけど、コツコツ目指していいと思います、自分のやりたいこと。またはもうね、僕みたいにちょっと時間早すぎるんすって、ね、思いながらも生きるために仕事してる人は、まあ、今からでもさ、なんかこう未来につながるようなことを何か持ってた方がいいじゃないですか。なんか未来につながるようなことね、それは趣味のゲームとかじゃないですよ。まあゲームもね、別に YouTube とかで配信すればなんかちょっと未来につながることになるんですけれど、ただそのゲームやってるだけとかじゃなくて、そうやって未来につながるような活動を、なんか活動とか勉強とかをちょっとずつでいいからやってった方がなんか人生面白い気がするんですよねっていう独り言でした。お疲れ様でした。